色をつけてからお祝いするね。あん。じゃ。なんか今日光の加減違くない？折る場所が違う？行きます。瀬戸内に住みたい勝さん、お誕生日おめでとう。よっよいしょ。瀬戸内に住みたい勝さん、おめでとう。よいよいよい、おめでとうございます。おめでとう。そしてひーさん、お誕生日おめでとう。よっよいしょ。ひーさん、おめでとう。おめでとうございます。天気おめでとう。自分を投げといてなんだっけ、アニメすごくて見ても嫌くなる。本当？そのネックレスはなくしちゃダメ。うん、可愛いもんね。どう？タートルネック、タートルネックにネックレス、タートルネックにネックレス、キュンってキュンってなってる人いた、村でやりのコメントで、返信で。一本は道の分、もう一本は誰の分、何の話。そう、としひろさん、つぼゆうすけさん、ありがとう。前髪のここ隙間髪、としやさん、としひろさん、白鳥さん、 Thank you、 おめでとう。なんで切れてないですよ。服が大人っぽい、やろう。おめでとうございます。みはるさん、めっちゃ可愛い。 Thank you。嬉しすぎて泣いた。嬉しい。おお、お誕生日の方多い。としあきさん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。としあきさん、おめでとう。おめでとうございます。みはるさん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。みはるさん、おめでとう。よっ、おめでとうございます。おめでとう。首ありの服にネックレスはアジャスターでもう少し長くすれば。そう、知ってる知ってる。でもこれアジャスターとかじゃないんよ、このこういうさ、輪っかにさ T を通すやつだからさ、これ以上でもこれ以下でもないというか、それ以外にならないやつなんですよね。わかる。もうちょっと長い方がいいなって思ったけど、今日はこれをつけたかった。ありがとう。これ簡単、つけるの簡単ですよって言われたけどね、自分さ、あのクイってするやつの方が慣れとるけんさ、難しい。ドクター達成タートルネック珍しい。本当？確かにそんな切ってないかも、持ってないかも。開けときましょうか。ふん。
ありがとう。恵方巻きも食べたよ。涙袋ぷくぷく。本当ですか？前髪長い。黒みちがセクシー。イエーイ。ツインテールじゃなくて号泣してる。ごめんにょ。デブニャンさん、スカパラダさん、ギルスさん、ありがとう。確かにまつげバッチリ。デブニャンさん、ショウさん、ありがとう。実は未調子。マジ？知らなかった、ありがとう。やったー。マサさん、キョウちゃんさん、ありがとう。はい、おい、ショウさん、イマムさん、ありがとう。そうそう、さ、食べるだけ。今日が誕生日の人だって360分の1だから4人いるってことは1460人1ファンがいる計算になる。でもさ、ショウさん、白鳥さん、バンジャロモンスターさん、デブニアさん、ありがとう。チョコプラザ、高田のババで買ったパーカー、グランパのグランパなんだっけ、歌詞。ヘッツさん、バンジラモンスターさん、ありがとう。フリエン実行さん、イシケンマシンさん、ありがとう。久しぶり。このさ、配信が始まってさ、ポット累計の見てくださってるさ方々が出るじゃないですか。その時にさ、もう何百人とか待ってくださってる方がいるからさ、わーって嬉しく思ってます。いつもスティアでラップうまいメンバーいるの。私、今日もサンチに投票した。おお、日替わり、ありがとうございます。星座待機での人、ありがとう、嬉しい。ラトリさん、天気始まる前に来てる数が分かるの？分かんない、分かんない。始めてから最初に出るプッの数。今日前髪がツインテール向きじゃないな。今日眉毛薄い、なんか太い。でも前髪がもう向いてないな。でもさ、一日中開いてる人もおるよね。なんか自分がいきなり配信始めた時にさ、なんかさ、え、いきなりパソコンからウィズの声がしてびっくりしたみたいな言う方いるからさ、あ、もう配信この画面ずっとつけてる方がいるんやって思ってた。10分前から受け付けお話し会みたいな。ね、すごいよね。しゃあねえな、しゃあねえ。
見て、私串が結構好きなんですよ。ほら串、これなんかなんだったっけ、なんかのなんかなんかの雑誌の付録でついてきた、このなんかね、でっかいやつとちっちゃいやつっていうか細いやつ、なんか2パターンついてきた串、でっかいやつと、これファンの方にいただいた可愛いポール&ジョンにありそうなフランフランの串、自分で買ったタングルティーザー、可愛いよねこれ、黒でキラキラ、髪がサラサラになる串、これ可愛いんですよね。しかもこのこのさ、解くところのこれがついてるから持ち運びやすい。この間マーハちゃんがタングルティーザー持ってて、そう持ち歩いてて髪といてて可愛かった。大きいですか、可愛くないこのキラキラ。うわ、わしの髪がもっとツヤツヤになったはい、タンプレ届いて梱包完了、明日広島に発送いたします。ありがとうタンプレ、デブニアさん、ギルスさん、 Thank you。 うん、今日はでもあのメイクさんがストレートかけてくださったので、だからツヤツヤなんです。じゃーん、豆、ゴルフクラブ、確かにゴルフクラブっぽい豆。豆の中ってスカスカなんだ。じゃーん、20個食べなきゃ。めっちゃありがとう白鳥さん、石剣マシンさん、バンジュラモンスターさん、マサさん、ジャストミトさん、トシヒロさん、ショウさん、ありがとう、コガラスマルさん、 Thank you、 コキさん、のしげさん、夏目さん、デブニャンさん、キルスさん、ありがとう、リョウスケさん、ハゲン実行さん、うわねすごい、くしゃみフェチという変人ですがよろしくお願いします。そうなんですか、私の名前 YouTube で調べたら、なんて言うんだっけ、次の検索のワードにくしゃみって出てきますよ。それでは20粒食べていきます。ファンの方に言われた、うん、私投げられてるう
みちさんのくしゃみは YouTube で結構見かけする。そうなの？結構が2個ついてるけど。いただきます。年の分の粒って一口で食べないといけないと思ってた。え、そうなの？20個お願い。うん、メープルミックスナッツ食べます。早いな、お仕事が。豆になりたいと思った瞬間。ほんと？巻いたやつを食べる。え？そうなのと思って調べてみたら昔に好評が今3つ食べたよね。尾崎豆って知ってますか？知ってますよ。盗んだバイクを買わされた。マカダミアナッツのチョコのやつ美味しかったでしょ。今何個食べたっけ、忘れちゃった。とりあえず白い恋人アイスはクリアした。美味しかった。似てるわ。福豆よ。ちょっと待ね。6つ目。7つ目。8。充電20%になっちゃった。な、何個食べたっけ？15。あれ16？次。一回止まったっけん分からんよな。16でいいか。16。17。18？19、20、21。ごちそうさまでした。の、いただきますって言ってない。ああ、ダメや。充電が 20% って言われた。以上。皆さんは食べました？数え年22歳なの？なんで？今の年より2個上の？
このズボンすごいって言われたふっちゃんに。でもよく22歳、なんかね間違われる最近22歳って。ヒョウ柄じゃない、何柄なんじゃろ。えっ、このズボンポケットあるんじゃけど、えびっくり、嬉しい。このズボンポケットないって思っとった。あ、そうなん？マジか、嬉しい。2000年は数え年22って出てくる。そうなん？ポケットがあるズボンしか勝たんよね。本当にポケット大好きですもん。もうポケットがないと自分はね一日ちょっとブルーになるもん。黒のコーデかわいい。嬉しい。これはねジェナシスだったっけなみたいな名前のお店で、コッコとお揃いのズボンです。コッコとお買い物行ってこのズボンかわいい、なんかコッコが着とるのを見たことあって、履いとるので、あ、コッコみじゃんって言ったら、おぞるしていいよって言われて使った。そうなんよ。叩いたら何か出てくる。そうそう、今日はブルーだった。ブルーだったけど今ハッピーなんだ。髪伸びたね、めっちゃ。福島太郎くんさん、ありがとう。前髪だけ伸びる速度速くない？よく気づきましたね。そうなんですよ、私はそうなんです。え、てか今までもう何ヶ月も持ってたのに今日気づいた。多分気づいてたタイミングはあったんだろうけど、今ぐらいの長さ好き。ほんと？ちょい茶色く見えるね、黒の服着てたら。ツルツル、ツヤツヤじゃない？だってほら2個もあるもん、このツヤツヤのやつが。ほっぽんさん、ありがとう。いい内巻き加減でしょ、スンぐらい。前髪が長いんだよね。タングルティーザーって普通の櫛よりやっぱ使いやすい。分からん、でもね使いやすいと思う。使いやすいというか、なんかサラツヤになる気がするというか、こんな感じ。筋肉ある。前髪コンディションに関わらず美しさが溢れ出てキザオ。タングルティーザーお高いんでしょ。え、でも2000円か3000円かとかじゃない？田中が前髪伸ばし言ってたよ。知っとるし、1週間前ぐらいからもう知っとったし。ずっと黒髪でいてください。なんで？前も伸ばす。前髪？ああ、福ちゃんが推奨してたそれ。うちも伸ばそうかな、じゃあ前に対抗して。まあ、コウコと舞が伸ばすなら美月も伸ばさねえけんよ。で
でもコウコ前髪切るって昨日かきは言ってたコロコロ変わるやん。だってさ、その3月までにさ、3月はもうかき上げの前髪でさ出るって、卒業するっと言っとったのになんじゃろ。アリちゃんがミチと仲良くなるにはって聞いたら、ココが私になるしかないって謎のマウント取ってた。アリちゃんがミチと仲良くなるにはってココに聞いたの。かわいい。何それ、もう仲良しじゃん。アリちゃん、ポケンチ見てありがとう。ハゲてる私。女の子の髪結び仕草ってやっぱりこんな上でも、もういいよ。懐かしいな。うん、コッコはもう私髪細い、めっちゃ。クラスマッチの時クラスの女子が3人くらいその髪型してた。高めツインテール。豆が豆がダメだ、このゴム、このゴムシュイーンってなるやつだ。もっと細いのの方がいいかな。昔の面影出ます。もうちょっと上だな。体細いですか。もういいよ、私に捨てるものは何もないもん。そう、何でもいい。ツイッターには載せませんよ、もうだって終わるもん。今日じゃなければ需要はない。うわ、髪細っ。なんかさ、なんて言ったらいいの、あのデスノートとかに出てきそうやない。黒い服じゃけんかもしれんけど、あれはハーフツイン。そうだよ、だからそう似てるとは言わんかった。出てきそうって言ったんです。髪型は違うから。髪で歌だけやったらエヴァのアスカップ。うわ、戸田恵梨香さん。あ、よく言っていただける芸能人の方ランキング上位の方ですね。
たい。完成しました。いえいえいえ、下手い。斉藤飛鳥さんさ、振り袖でツインテールされてましたよね。めっちゃ可愛かったあれ。はい、どうですか。はい。いらない、こんなツインテール。服がいい、服がいいの。前髪巻きたい。うん。スクショ画像撮ったね。うん。難しいね、これ見せるの。ほんと口は隠し。ライトノベルのキャラにいそうですよね。それのなんか今日キャラっぽい。ライザンさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。ライザンさんおめでとう。イエ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 イ、おめでとうございます。おめでとう。キラリンレボリューション感もある。ほんと？ベビーメタルさんのポーズ。3210。翼はなんちゃらさん、ブルーさん、セリアさん、バンジャラモンスターさん、松前さん、ダダダダムダさん、長崎県民さん、みはるさん、M ケンさん、またたびさん、なおくんさん、あとむちゃんさん、切腹さん、パフィンさん、ホーポンさん、ティーくんさん、またたびさん、キューマさん、ひなとりさん、ありがとうございます。そうそうそう、明日でスティオタクになってから丸2年イエーイ、ありがとう。黒い服とそのネックレスと高めツインテールが似合いすぎてる。本当？逆にね。仕事中につきこれにてドローン。頑張ってください。ポニーテ派だと思ってたけど、ツインもいい。うわ。寝ようとしてたから見れてよかった。お！まあ私はツインテールの申し子やからな。
マサさんありがとう。スカパラダさんありがとう。深夜3時のショールームにこういう格好の配信、ほんと？ユースケさんありがとう。シュキピンシュキピンシュキシュキシュキピン、0時になって始まった瞬間にツインテール派です。そりゃそうやもん。そう。ギルスさんありがとう。でも自撮りして明日のメールのネタにするかもしれん。今日の服いいので毎日これでお願いしたい。お洋服？お姫様として扱ってよダーリン。どうやったら覚えてもらえますか？でも名前は覚えてますよ。もう配信来てくださったらね。ツイートはしない、多分絶対に。もう今世紀最大に漏れなきゃツイートはしないです。もえつんがみちさんに会いたいって言ってた。ほんと？もえつん、いやそれはメール取ってくださっとる方へのあれやけん、特権やから。地雷系にダメ、こんな簡単にしか結んでないもん自分で。うまい結び方。今日ツインテールないんや。いらない、こんなツインテールもないです。なかったわ歌う曲。あえてその髪型でポニーテールとシュシュ。なんでよ。前田光一さん、デサイズハートさん、ありがとう。逆にこの髪型で表面張力。何にしようかな。闇ソングね。ツインテール、そうだよ。
パラビットワルキークライムボトム大リリバレンタインデイキス命の使い道意地悪熊之助さん、リクさん、ありがとう。誰やいっぽいかな。電気落としてます。やった。うわ、暗くなった。どう？はあ、暗い。メンヘラっぽい？
ポンポン言った。察してくださいだって。なんか可愛い曲言っとこう、可愛い曲。な、な、な。黒い天使はありますよ。めっちゃダークだね、今日。国境のない時代ってどんな歌だっけ？これだよね。黒目も黒い、確かに。ロールスロイスさん、セイゴさん、ありがとう。ふん。最強ツインテールなかった。ノエさん、ありがとう。シンクロときめき、シンクロときめき、うん、私が中学校中学生の時ずっと歌ってた。国境のない時代は一回踊ったことある。それぞれの場所からポンポンまでフェンス乗り越え非常口抜けて教室までの最短コースさ。ふと隣を見たら遅刻常習犯、君と競い合ってた。螺旋階段登ってゆく時、君が先に登っているから。制服のスカート短すぎるよ、君のお尻がチラチラ目立つ。あと数秒後には始業チャイムが鳴る。そんなこと気にしていられない。今はわきめも振らずに同じゴールまで走れ。この息遣い、脈の打ち方、僕はドキドキドキ恋の予感。吹き出す汗も二人の気持ちはシンクロときめき。どうにか背伏せ席に座っても、先生の話は眠くなるよ。窓の向こうを見たら2年 C 組で、君もまた授業に飽きていた。ちょっと不思議なくらいに同じ行動をしてる。何が好きとか何が大事とか、きっとピッとピッとピッと一致するんだ。どんな漫画とかどんな二人のセンスはシンクロときめき。大人ジェリービーンズ、この息遣い、脈の打ち方、僕はドキドキドキ恋の予感。気持ちはシンクロ中。
イエイ。ラスト。スクショタイム。